今回紹介するのは、清水義久金運革命 CD ブック無限にお金が舞い込む神の資本論という本です。仕掛けのその先へ、表紙からしてトリック、阿部寛、仲間幸恵主演ドラマっぽい印象ですが、中身も金運アップのための仕掛けだらけです。CD カード巻末 本文中すぐにわかるところ以外にもいろいろありそうです。ユホビカ・ゴールドや全著からも金運に関する部分は抜粋されています。単に金、金、金、金とはならず人間性を良くし人の器を大きくし幸せになるための道しるべが金運を呼び水として語られています。他の著書と比べ字が大きくて ボリュームも少し抑え気味でテーマもみな大好き金運なのでこの著者の入門書として最適かもしれませんただし金運特化に見えていつの間にか良い人間になれちゃう本です結局は金があっても人間性が伴なわないと幸せは長続きしないようです人類皆アイアンゴッドスチャイルド鬼束千ゅということで人間に金を渡して 裁きする、浅見総平、不思議な記録より、神は全部すべて、マルットスリット、ゴリッドエブリシングを見通しだ。以上、興味のある方は、実際の商品をアマゾンなどでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったら、チャンネル登録をお願いいたします。